最後の、うん短編 SF 作家って言っても過言ではない。最後になっちゃ困るんですけどね。もう黒田さんと星さんで、うん、全部やりたくしてるね、業界にね。いや、あとで殴られそうな発言しないでください。黒田さん殴る人いませんよ。野坂昭之ぐらいで殴るんだけど。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。小説家黒田隆、1979年短編集ナポレオン卿で直木賞受賞。ミステリーやブラックユーモアで前人未到800以上もの短編小説やショートショートを発表。短い物語の中に読者を引き込み迷わせる文学界の奇術師。読めばあなたは眠れない、穏やかな日常に潜む恐怖と旋律。人生も小説も短いからこそ味わい深い。愛が読ませる、ユーモアが泣かせる、テクニックが笑わせる、短さが後を引く。ついに登場、黒田隆が語る種と仕掛けの短編小説のすすめ。もう短編と心中してもいいっていうぐらい、はい、言ってますこの頃盛んに、短編が好きな魅力、まあ、簡単には気が短いし、あんまり長くぐちゃぐちゃ言ってるのが基本的には嫌いですね。あ、礼儀正しいんですよ、うん、長くはお邪魔しないんです、うん、もう 2,3 時間で終わりですから、うん、長い小説読んでね、うん、面白ければいいですよ、うん、でもせっかく買ったんだしとか、うん、せっかく借りてきたんだからと思って読み終えて、なんだこんなことだったのかと思う。あ、それはですよね、怒り狂うでしょ、はい、だからね、その点短編小説は短いですしね、人間いろんな考えを持ってる人いますから、それは長編よりはいろんな考えに触れることを今できますよね。今日はですね、先生の作品を通してですね、短編小説の魅力に迫りたいと思うんですけども、はい、本当にいわゆるもう小説というか、もう本当短編のショートショートってよくね、はい、言われるやつ、まずは、まあ、田中君も人間の中ではショートショートうるさいよ、違う違う問題だよ。教室で女教師、89+58+91 よ、どうしてこんな簡単な計算ができないのと6年生。でも僕気が散ってダメなんです。先生、黒板に数字を縦に書いてやってごらんなさい。6年生、縦に並べると余計に興奮してダメなんです。あら、どうしてかしら。これ最後の1行が、まあ言ってみればそのショートショートのオチになるんですね。どうしてかしら。先生の裸はきっとそのくらいのボディサイズでしょ。89と58。ナイスバディですね。ナイスバディな、それをどうしても想像しちゃって気が散って、さらにそれを縦に並べるなんつったらもっとそれになってしまうと。ああ、そうかそうか、はい、かおりちゃんだったら例えばこれどうなるわけ。プロフィール上とまた異なってきますけど。まあ、面白い ねこれは。これとかはまあブラックというよりまあちょっとこうお色気的なね。そうですね。こういうショートショートってオチが先なんですか。もちろんそうです。でその設定を考えて、はいはい、だからもう、まあ、これ女の教師であることは当然ですけども、うん、6年生ってとこも結構大切なところで、うん、これ3年生じゃダメ。そうですね、面白くないんですよね。6年生ぐらいになんないと、ちょっとそのキャラクターこういうことにね、意識はこんな短い中でもさりげないそういう工夫はやっぱりあるんですよね、うん、ちなみに、うん、世界で一番短いと言われるミステリーというのがある。世界で、それがねこちらなんですね。街角で子供が、お母さん真っ赤な手袋が落ちてるわって言うんですね、うん、これに対して母親が一言言う。これでもうこのミステリーは、これで完結ですか。はい、お母さん、あら中身も入ってる。あー怖い。怖いでしょ。怖い、怖いでしょこれ。これじゃあなんか最初は白い軍手みたいになったのかな。そう、真っ赤な手袋っていうのが、ね、あー俺怖いこれ。あ、そうか、手袋じゃないんですね、そのもの。いやいや、手袋なんですよ。手袋だけ、うん、例えばそれがもしかしたら白い手袋かもしれない。うん、そうそう、赤く軍手じゃダメですよ。手袋じゃやっぱりね、婦人の綺麗な手袋。なるほど、そこに軍手じゃダメ。綺麗な手が入ってる方がやっぱりいいんじゃないですか。どうせだろうね。軍手じゃ悲惨すぎるぜ。怖さとかブラックジョークを多用するのはなんでなんですか、きっかけ。まあやっぱりね、一つは
私たちの持ってる怖いものを見たさっていう、ねうん、ものってのはあるんですかね。もう一つはあの恐怖っていうのはやっぱり人類が猿から進化したかどうか分かりませんけどもね、うん、こう人類が原始人からこう今日の我々になってくる間にねやっぱりもう非常に恐怖の歴史っていうのを持ってると思うんですよ。知らないものが世の中山ほどあったわけでそれは全部あの怖いわけですよね。でそういうもの一つ一つまあ解決しながら今日まで文明を進めてきたわけだけどでも我々の遺伝子の中にはねやっぱりその恐怖体験っていうのがずっとあるんです。あの原始人から抱いてきたねでそれが私たちの中にも染み込んでましてねだから恐怖を追求するとそこから人間が見えてくるっていうか人間の本質が見えてくるところがありましてそれが私が恐怖に惹かれる一番の理由です。でこういうのをあの短い、まあ、ジョークっていう、はい、ブラックジョークっていうのを見てると、はい、あのすごく日本というよりもやっぱりアメリカとかがこういうの主流じゃない、はい、未だにあるじゃないですか、はい、政治のジョークとか、はいはいはい、で未だにだってよくあるのがその向こうのジョークで看護婦さんがいてであの盲腸でほらこう反らなきゃいけない啓蒙、はい、啓蒙ね、うん、その時にあの府長さんみたいな年のちょっと行った看護婦さんが入院してる兵隊のところにこうやってあの処理したわけですよ、うん、あの陰毛を要するに削った時にここにね、うん、要するに男のその心房のところに入れ墨がしてある、うん、でナースセンターに帰ってきて、うん、やだわあの兵隊さん、うんうん、こんなところに入れ墨してあるのよ、うん、なんて書いてあったのアダムって自分の名前だと思うけど、うんうんうん、アダムって書いてあったのよ、うん、つって、うんうん、本当ですかつって若いピチピチの綺麗な看護婦さんが、うん、あなたも行ってごらんなさいつって、うんうん、で行ったんですよ、うん、で帰ってきて、うん、入れ墨あったでしょありました、うん、アダムって書いてあったでしょ、うん、いえアムステルダムって書いてあったこれは面白い面白いですこれはいいですね。面白いなかなか立派なジョークですね。綺麗なオチですね。こういうのは楽しいよね、うん、無人島にねずっと、うん、あの動物だけしかいないところにいたある男がねあの助けの船が来て、ね、あのようやく助けてもらえることになってこう船でこう、はい、それをあの丘の上で羊が一匹ずっと見送ってたというジョークがあるんです。羊がずっと見送ってた悲しそうな顔をして去っていく男をずっとあの丘の上にあのこう四本足でいいですねそれ絵になるじゃないですか。絵になるお二人とも関東の方ですか。はいそうです、ね、僕は関西。関西じゃないでしょ。関東その嘘の意味が分からない。普通に信用するでしょ。だって東京と埼玉なんです。あそうですか、はい、でもあの伺ってるとあれですよね、あの笑いの作り方が関西のどぎつさとは少し違いますよね。ああ違います、僕は関西の笑いは大っ嫌いで。じゃあそうじゃねえだろ別に。面白い。好きな人もいっぱいいるでしょ。いや僕はですよ、好きな人はいると思うけれども、ちょっと違う多分好きじゃないんじゃないかなと内心思ってはいた、うん、それは本当にだからショートに近いと思います。関西と関東の笑いっていうのは長編とショートの違いはすごくあると思います。関西のはね私に言わせるとあんまりユーモアじゃないような気がするんですよ、ね、ユーモアじゃないですよ、ね、あのね、うん、要するに笑いあのこういうふうにやってこうやれば必ず笑いが生むというパターンはあるわけですよ、ね、うんそうです。でそれはある意味繰り返していいんですよ。そうですパターンにはめてるんです。であの聞き手と演者との間にある種の慣れ合いができていて、それでこれをやれば必ず笑うというね、 そのシチュエーションをどうこう大行に作っていくかってことですよ、うん、でユーモアっていうのはどっちかというと薬っていう笑いなんですよ。そんな大きなねガオって笑いじゃないんですよね、うんうん、ないんです。あのゆっくりあのこう、考えてもらうっていうかね、あのあそういうことかっていうね、うん、ユーモアっていうのは必ずあの繰り返しを嫌うんですね。どちらかといえば繰り返しは嫌う、うん、なるほどね、うん、そしてあの少し別な角度からものを見るということが大切 で、うんうん、で そのことによって落差が生じてそこから見えてくるちょっとした笑いですよね、うんうん、それがベタじゃなく、うん、ベタが嫌だっていうんじゃないんです、うん、ただ関西の笑いっていうのはそれこそ言ったように、うん、だんだんと繰り返していく繰り返していくことによって、うんうん、あ
このパターンやってこのパターンやったらこいつがこける、うん、こうやってこうやったらこいつがこけるっていうのを繰り返すことによって、あ、人間が覚えるじゃないですか、うん、そのパターンを、うん、そうすることによって、あ、またやってくれたっていう安心感で笑うわけですよね、うんうん、それはもちろん大爆笑にもつながるんですけど、うん、僕はそれ見てて大爆笑はできないです、うん、でやっぱり僕らが大爆笑できるっていうのはほんのちょっとしたズレ、うん、ちょっとしたズレが全そのちょっとしたズレによって、うん、そのストーリーが全然違うことになっちゃうっていうことが芸の良さなんですよね、うん、そこで大爆笑が起きるわけです。だからその辺がね、僕はね、爆笑問題が、うん、その大阪行ってウケないっていうのはその辺の理由だと思いますね。それではここで小泉総理から個人投資家まで2006年のキーワードとなるであろう言葉を使ってショートショート大喜利にいざ挑戦。まあ、好きなキーワードを使ってもらって、これでショートショートを作ってもらうということですね、はい、じゃあまず香織ちゃんから。はい、はい、商店だったら作家がいるからあれだけど、作家がいるから言うな、そういうことなんでそういうこと言うんだお前。じゃあ行きますね。私はじゃあニートで。あ、ニートで。ニートで行くの、かおりちゃん。お父さんがろくに仕事もせずに遊んでばかりいる息子に怒っていると、はい、あ、怒っている。お前いつまでニートでいるつもりだ、うん、息子。でも俺最近バイトを始めたんだよ。おうおうおう。父、本当か、どんなバイトだ、うん、そうすると息子が杉村太蔵の講演会の桜。あ、うまいうまいうまい。自治ネタじゃねえ、これうまいよ。うまいですか。これうまいよ。現代をついてるね。これいろんな皮肉が含まれてる。そうです。先生これいかがですか。真夏場だ。真夏場。あんまり本当すぎるからその辺が若いな。これはね、好きすぎてんな。どっかから文句が来そうな感じが。そうそう、本当です。そこを隠すのがゲイだろう。さあ、じゃあ続いて、あ、戸田先生。はい、お、先生、お願いします。急に今言われて、はい、やっぱり小泉さんで行こうと思ってね。あ、小泉さんで。小泉さん、いよいよ退陣することになりましてね。はい、国民に対して最後の一言とこう、うん、記者が尋ねました。うんうん、総理が、うん、明日からは言えないね。記者が何でしょう、うん、とこう尋ねます、はい、うん、と総理はアイアム総理。ダジャレだ。アイアム総理。なるほどね。明日から言えないんだ。そう、今日でも最後に、うん、一応ちょっと謝ってほしいところもあるな。やめる前にね。総理ね。本当にね。アイアム総理。そうだよね。はい。じゃあ太田さん。はい。細木和子の番組にて。うん、細木、あんた地獄に落ちるわよっつとデーモン小暮が、うん、正月に帰ってこれはいい、これはいい、これはいいか。先生にとってあのユーモアとは一体何なんでしょう。あんまり英語国民でさえそんなによく知ってるわけではないんですが、この頃日本でも時々使われるようになったセレンディピティって言葉についてね、ちょっと、うん、セレンディピティ、セレンディピティ、はい、こう何か一生懸命にこう何か研究してる、一生懸命求めている、うん、そうするとそのすぐ隣にね、うん、とんでもない発見が起きることがあるんですね、うん、一番のそのセレンディピティ的発見っていうのは、うん、コロンプスなんですよ。あれは日本に来るつもりだったんですから。途中でアメリカ大陸に預けちゃう。これはもう世界的 大セレンディピティなんですね。で、まあ、それがどこでユーモアに関係するかっていうと、アメリカ その航空宇宙局みたいなすごい発明、頭のいい研究者集めてるところでね、そういう特別な発明をする人で、つまりセレンディピティをにこう、受ける人っていうのがいるんだけどね、パターンが決まってんだ。受ける人は何度もそういうことがある、うんうんうん、同じような研究者でも、ね、そういうものを受けない人っていうのが、こう2つにはっきり分かれると。でどういう人が受けやすいかっていうと、やっぱりね、別な角度からものを見ている人、小さい時からなんか変なこと考えてる人の方がどうもいいらしいと、ある意味いい加減ってことですよね。いや、学校の試験やって算数のテストやると、うん、計算の式をさせると、うん、そうすると100点取れない子がいるんですよ、うん、計算はよくできるしちゃんと計算のルールも知ってるのに、うん、どうしても95点にしかならない、うん、1つくらい必ず、間違える、よそ見してるんです、うん、
確実に100点必ず取ってくるやつって言う、うん、それはね、そのことにこうなっていく人なんだ、うん、でそういう人はね、 あんまりセレンディピティ的感覚には恵まれない、ね、にくいんですよ。横見て計算してる途中に、うん、あのちょっと窓の外何子ちゃんが通ったっていうんで、うん、そっちの こうなるよう、ね、のこの方がどうもいいらしいです、うん、それがみんなユーモアの感覚と通じていると。あ、それはね、うん、僕なんかのレベルでもあのそういうセレンディピティってことでもないかもしれないけど、うん、一つのことを例えば番組のことを、うん、明日何言おうかとかってずっと考えて本も読んでそれに関する専門書も読んで、うんうん、やっていくうちにあのそっちの答えは出ないんだけど、うんうん、なんか全然脇のことがやけに分かって、うんうん、こっちあれちょっと待ってこっち置いといてこっちメモしとこう、うんうん、とりあえずっていうことって起きますよね、うんうん、それがこれ結構いい発見なんだ。それがいい発見なんですよね。だからね、不思議なものでね、あの笑いというものが非常に大切であるってことはこれはもういろんなところでやられてますよね。だから笑い、ユーモアは笑いと非常に関係あるけれども、あのだから笑いを生むということだけでもユーモアは価値があると思います、うん、けれどもやっぱり頭を柔らかくしていろんな角度からものを見るということをあの常に自分の生活の中で、こう享受していくという意味でユーモアというのは大切だなと思っております。だから笑いだけではないというふうに思ってますけど。かわいい下ネタンカー船に乗るサザエさん家でそう言うとうまいモネちゃんか。社会現象になってきてますよ。本当ですか。下ネタンカー。あらいいですね、はい、なんか普通のブログなんかでもあのいろんな人がこう下ネタンカーを自分の記事に載せたりとか、はい、作ってる、そうなの現象が起きてます、はい、じゃあ早速加速から紹介していきます、はいはい、新潟県ワニさんの作品。インリンになりきる私分娩中 M 字開脚先生にサービスサービスじゃないです。サービスとか言ってる場合じゃない。そんな余裕ないでしょ。ないですね。あんなインリンみたいな格好するわけ分娩中って。いやでもいわゆる M 字とは違うじゃないですか。こういう感じでしょ。だから横になって M 字みたいなことじゃないですか。問題は今度はインリンが、うん、妊娠して出産する時だよな。興味ある。 M 字出産だよ。いやいや、まあまあ M 字出産だろうけど、こっち Y やって M やって、なんで YMCA の子供が C っつってるでみんな先生とかが いいな。え、楽しそうな、うん、楽しそうな出産。子供がすごいよ。出てきていきなり C だって、うん、さあ続いて私が今週最も素晴らしいと感じた短歌、漢字短歌の発表です。はい、いきます。はい、今週の漢字短歌なんでキョロキョロしてんだよ。なんだよそれは。セクシーにやるって。いや全然セクシーじゃないよ今の。愛知県の35歳女性、あきえもんさんの作品です。いきます。はい。船に乗るサザエさん家でそう言うと波平さんが照れてしたうまい。うまい。これはいいね。うまい。これはいいですね。船に乗るって言われちゃったね。船に乗るってそれはもうね、うん、船に乗らなきゃサザエもいないわけだし、うん、もね、そうですよ。そうだよ。しかも可愛いしね。可愛い。うん、あそうかそうか。これちょっとレベルが高いですね。これいいですね。船に乗る。船に乗る。考えてる。考えてる。マスを描くって。マスを描く。これはいい。あるけどな。ちょっとストレートすぎるか。マスオさんがなんかこう書道とかの練習をね、書いてるんでしょうね。まあなるほど。それはまあまああるけどね。そうか。あ、じゃあこういうのはいささか船に乗らせていただけますか。